はい、どうも横浜イガサロンの藤森です 本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、手筋講座ということでやっていきたいと思いますけども、さあ今黒が非常にね、この中の4つがピンチだよというところでね、これを取られてしまうとどうやら白が非常に良い,い別れになってしまいそうだというところなんですけども、ここで手筋の力を使えばですね、なんとビッグチャンス、非常に黒がね、有利な別れに持っていくことができますから、ぜひともね、えゆっくり考えたいよという方は動画止めて考えてみてください。はい、それではね、答えの方を見ていきたいと思いますけどもね、その前にあの、飛びた先生のチャンネル見ていただき ょうことでね、えー、動画の方も上げていただいておりますからね、えー、ぜひともそちらの方も飛んで、えー、いろいろとねあのコメントの方もしていただいて、えー、皆さんがこうねコメントしたりしてくれるおかげでねまたコラボねしてくれるかもしれませんのでねぜひともよろしくお願いいたしますはいということで、えー、じゃあ答えの方ね見ていきたいと思います何はともあれねこれはもう切っていくしかありません、えー、ここがもう2手しかありませんからね逃げようとしてももう下手の形で取られてしまいますから、まあ、まずは切るそして逃げられた時にここで 最後まででで読み切ることとができまましたかという問題なんですね、まあ結論から言えばもうこの2目取れるんですけどもただ手数が意外と長い12345678910まあ11手ぐらい使うのかなというところになってきますからその辺り読み切ることができたかというところでまずこちらから当てる手はね失敗ですこれ逃げられてしまうと黒がね これ黒が2手しかないのに白は3手になりますからね。で、こっちの白も3手ですから、こいつやってもね、先に種石を取られてしまって、これは黒が失敗です。ということで、この形はね、こっから当てる手があるんですね。で、逃げられた時に、ここもこの1個を逃げようということではないんですね。これ当たりだから逃げたくなるけど、先に当てられちゃうとこれ真ん中取られちゃいますね。ですから、ここでこちらから当てる手を読めたか。 そして逃げられたときに最後まで読み切れたかどうかこの縦の読みね非常に大事になってきます、まあ、縦の読みっていうのは当たり当たりで一本道なんだけどやっぱ頭の中でやってるとこうをねごちゃごちゃっとしてきてしまいますからそこを最後まで読み切れたかどうかそしてここで当たりでこれに対してもまあ白は取るかね逃げるかというとこですけどもまあ取った時にはこちらから当たりをしてそうですねこれで当たりですからぐしかないんですけどもまた当たりというところでこれで当たりの連続で逆に白全部を取ることができますはいということでここで でまあ白がもしここ逃げてもですねこれもやはり同じでここをつなぐのではなくてこっちから当ててまあ、どっちでも右でも左でもいいんですけども当てて当てて当たりということでさっきの図と同じような形になるよというところですねはいというところで今回は切り、まあ、からねこの頭の中でただねこれ並べると簡単なんです,すごく簡単なように見えるんだけど頭の中でここまでで手数を読み切るっていうのは決して簡単なことではありませんからで まあ繰り返しやっていくことでこういう縦の読みまあ私はこういうね一本道の読みを縦の読みって言うんですけどもまああとはねこういろんな変化があるところでは横の読みいろんなパターンを考えてどんどん手がいい手が選択するっていうのもねそういう読みもあるんですけどまずはこういうね一本道の流れをこう10手以上こう読む縦の読みっていうのがね実践では非常に大事になってきますからね是非、えー、ともこういった問題繰り返し解いてみてくださいはいということでじゃあ今回はねちょっと早いですけどこの辺りにしていきたいと思います本日もご視聴いただきましてありがとうございます毎日ですねいろいろな動画上げており ありますので、ぜひともチャンネル登録、並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日もありがとうございました。